できた。かわいい。今日はジャパン作り、念願のね、最近私ハマってる米粉で作ろうかなと思ったんですけど、ピタパン自体を作ったことがないので小麦粉でやってみます。完全感覚メーカーさんのレシピ。あと1時間半のぐらいに小顔矯正に行くんですね。一旦作って小顔になってきてから食べようかな。ピタパンをね、思いっきり食べるので意味はないかもしれないけど。で、ピタパン用具は今家にあるのが、昨日紫キャベツと菜花をもらったのでそれを使うのと、あとかぼちゃもあるから、まあかぼちゃサラダかな感じで、なんかレタスぐらいこの発酵中に買いに行くかな。あとは卵とか鶏肉、もも肉があるので今適当にやろうかなみたいな。今年一発目のパン作りです。今日の一日はピタパンやって小顔行って食べて、時間があればジム行ってちょっと歩いて、で時間あれば編集なんですけど、多分編集とジムはどっちかになるか、どっちもやってないかですね。今はめっちゃ寝起きです。てか寝起きっていうか今起きてすぐみたいな。もういやいや、これ探してくる。ピタパンはまず名前が可愛い、ポケットパンとも言われてて、そっちでも可愛いよな。ポケットにパンパンに詰めたいと思います。今日はしかもインド行ってきて、こういうなんかインドとかも発酵させない系のふわふわじゃない平べったいパン、美味しいよね。作るのも二次発酵がないっていうのがめっちゃ楽やし、ラフに作れるっていうか、インド人の人もみんな道端でそのまで生地やって焼いてみたいなしてくれてたからいいなって思います。久しぶりにこねたらちょっとしんどい。よっこいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ。よし、発酵させていきます。よし、じゃあ買い物に行ってきます。今日の野菜紹介、まず冷蔵庫にあった人参、これなんかニンニクで炒めようかなみたいな。かぼちゃ、これももらったやつで、これかぼちゃサラダかな。さっき買ってきた、なんか最近食べてないなと思ったから、しめじと、これもらった菜花、さっき買ってきたサニーレタス、もらった紫キャベツです。それでは野菜を準備していきましょう。さっきね、買い物行ったんですけども、今日はいい天気すぎて歩いて行ったんですけど、めっちゃ気持ちよかった。かぼちゃはもうチンでいこうかな。はどうしようかな、まあ、バターで炒めるか。菜花はこの前のバインミーにも入れたんですけど、菜花をもらうので、なんかピタパンはもう何を入れてもいいっていう勝手に思ってます。正解はない感じやったので、ケバブとかかな、でもよく入れるのは。美味しかったら OK。 ニンニクで炒めようと思ったんですけど、なんかニンニクがもうなくなっちゃったので、何しようかな。はい、こんな感じで切れました。紫キャベツは長野のお弁当屋さんを手伝ってた時に教えてもらったレシピがあって、ホールドクミンを油で熱して、それをかけ千切りした紫キャベツにかけてて、それを牡蠣とも和えてたんですけど、めっちゃ美味しくて、それがすっげー紫。かぼちゃとさ、紫キャベツ入れたらもうさ、ハロウィン、海の生物みたい。うわ、怖い怖い。もう一個ぐらい。ピタパン作ろうと思ったら、まさかの紫キャベツがもらえちゃったっていうね、最高。アボガドもね、さっきスーパーで見て買おうかなと思ったんですけど、全部硬そうすぎて、多分ね、やめました。はい、オッケー。あ、魔女のまな板みたいになってます。
ちのミニパンはこんな感じ。もうちょっとかな。レンチンのかぼちゃをのせたんで、やばいのマヨネーズと、で、ナツメグ、ブラックペッパー、完成です。分割して成形します。おでん。おやすみ。はい、こっちは今菜花炒めてて、こっちは人参を揚げ焼きみたいにしていきます。こんな感じ。菜花の次はきのこをバターで炒めようかな。粉をまぶして、で、これで後でキムチ作った時のあまりのヤンニョムをね、のタレを持って帰らせてもらってきたので、それに絡めようかなって感じです。きのこを炒めます。まあ、熱い。美味しそうです。鶏が揚がりました。あとは卵焼いてクミンオイルを作るだけ。卵はもうぐちゃぐちゃに焼きます。できました。はい、クミンが登場です。これを熱、油入れすぎたまあいいや。豆乳あえたら OK。 成形していきます。入れてきます。膨らんでるまだ見にくすぎてるけど、ほら、かわいいかわいすぎる。チキンたちは半分はこっちのマジックソルトにして、半分はこのヤンニョムで和えます。これめっちゃ美味しいから、ハーブスパイスがかけてあげまして、ここに今を乗せたら完成。ピタパンができけました。 UFO みたいな形してかわいい。で、こっちは膨らまかった3つ隠してます。下にしてた面を上にした方が膨らむらしくて、見た目はだからこうやってちょっとなんか悪くなっちゃうんですけど、綺麗な面を上にしたらこんな感じ膨らみにくいらしくて、それを聞いて、まあちょっとうちも実験したくて、半々でやってみたら、見事に下面を下にした方が綺麗に焼けました。じゃじゃーん、紹介していきます。はい、ピタパン、サニーレタース、クミンと紫キャベツ、あえ、かぼちゃサラダ、生紫キャベツ、揚げ人参、卵、菜花と人参はもうお塩にしました。きのこバター炒め、ハーブ、ガーリックハーブのチキン、ヤンニョムチキンで完璧。よし、作るぞ。ポケットに詰め込んでいきます。さあ、そしたらちゃんとポケットになってる。もうレタス、なんかもう破れていけない。かぼちゃサラダ。あ、いいじゃん。ちょっと入れとこうかな。こんなにあるし。人参。ピタパンはどうなっても可愛い。名前が可愛いから。ミートね。キャベツ。ほら、もうこれ。パンパンになっちゃう。卵。ほら、紫、黄色、緑で。可
かわいい。今度はもうカラフルにしたい。カラフル。いいポケットです。これも。ああ、ちょっと大きいポケット。このポケットが破裂しそうなぐらいいっぱい詰まってた方がいいからね。夢も希望もピタパンもお腹もパンパンにしたいし、だって腹8分目がいいとか言うじゃないですか。けど私もそれもう全然無理で、8分目まで追われたことない。それがいいっていうのは分かってるけど、8分目に行っちゃうと10まで食べたくなっちゃう。お腹ほんまにいっぱいってなって、終わりたいからから十分でもちゃいます。できました、チキンとキノコ。もう何でもありやから、はみ出てもいいからね。ほらなんかさ、全然ブサイク。いやけどやっぱこれ緑がいるな、パンパンすぎ。いや次はニャンニョム行こう。レタスと焼肉を食べると美味しいってことに気づいて、この間行ったサムギョプサルがサンチュじゃなくてレタスを巻かれてて、それがめちゃくちゃ美味しくて、レタスで食べたらめっちゃこんな美味しいんやってなって、2個入れます。もうこれはこれでパンパンや。はい、破れた。まあいいでしょう、そういうこともあるので。クリーム、キノコ、肉入れようかな。肉はね、どこにあってもいいから、人参でも入れて。なんか絶対不細工やん。けどこれはうまそう。はい、絶対うまいのができました。うわ、次で最後の1個です。キャベツ引きまして、下にポテサラ入れておいたろう。で、紫と黄色で魔女の食べ物みたい。チキン、卵、できた。すげえな、いっぱい出てきた。パンパン。Shining from within, I can tell that you're tough. はい、いただきます。お腹すいた。お人参飛び出してる。うん、うん、うまっ。食べるところによっていろんな味、いろんな野菜が食べれるから最高。ぶっちょぶ。うん、2個目。やっぱこのヤンニョムチキン最高。うん。うん。チキン入ってるのがいいな。まあいいや、どうせ食べるし。うん。赤バターサラダうま。ほら、やっぱりパンパンぐらいがちょうどいい。食べにくいけど。やば、ちょっと充電がやばい。これやね。やっぱ肉がある方が美味しい。うん。でもっとレタス出そう、ここ。なんかレタスと一緒に食べた方が美味しい。うん、めっちゃうまくん。うん、8個中の4個食べ終わりました。チキンがいい。あ、キノコとチキンがいい。これだ。うん、キノコうま。うん、このね、キャベツの組み合いが最高に美味しすぎる。おわりえさん、ちょっとけど食べる、これは。なんか、一回甘いの挟もう。コアラのマーチ食べます。歯磨いてる。かわいい。次は、ヤンニョム食べようかな。うま、コアラ。チューブを見ながら食べます。多分これ全部今日中に8個のピタパンがなくなります。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。この動画がいいねと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。インスタのフォローとホームページのチェックもしてください。それじゃあ、ありがとうございました。